丸山モリグレンさんのベースパワー EX250 入れてみたいと思います。真っ黒、ちょっとかしこしてみますね。ケンマヤ TV ピンポーン。こんにちは、英明好きケンマヤアナです。今回は1年くらい前にオイル交換した後にベルハンマー7っていう添加剤をエンジンオイルのところに添加しました。で、まあその結果をちょっと見ていただいて、まあ、前回の動画に公開してるんですけども、そのコメント欄で丸山モリブデンっていうやつも入れて試してほしいなみたいなコメントをいただいたので、今回この丸山モリブデンとかいうやつをこの斉藤紹介さんっていうところから買いました。まあオイル交換するタイミングが今回やったんで、今回入れてみたいと思うんですけども、この添加剤丸山モリブデンさんのベースパワー EX250 っていうやつをエンジンオイルのところに添加してみたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ今からこれをここに入れてみたいと思います。でよく振ったらいいかな、一応。でどうでしょう、こんな感じで見えるかな。真っ黒、真っ黒の液体ですね。まあモリブデンやから、まあ僕も仕事でモリブデン使ったりしてるんで、まあ黒なんで、まあモリブデン黒いですね。はい、 OK です。入れた後ここ、こんな感じで口元めちゃくちゃ真っ黒で、まあモリブデン黒いですね。ここの説明なんですけども、モリブデンを注入した後はアイドリング状態で10分から15分循環させてくださいって書いてるので、今からちょっとエンジンかけて循環したいと思います。はい、じゃあ今から10分から15分ぐらいちょっとアイドリングしたいと思います。このストップウォッチで測りたいと思います。はい、今13分を超えたので、もうそろそろアイドリングいいかなと思って、もうこれでおしまいしようかなと思います。前回ベルハンマー7を入れた時に車内の騒音デシベルですねを測ってみたんですけども、今回もちょっと測ってみようかなと思います。はい、どうでしょうか。今のエンジンの回転数が800回転です。はい、こんな感じでちょっと今喋ってるから大きく出てるんですけども、45とか46デシベルぐらいになってますね。はい、ということで今からちょっとモリブデン見れたので走ってみたいと思います。はい、じゃあ今からちょっと丸山モリブデン入れて13分ぐらい、10分から15分やったんで13分ぐらいアイドリングしたので、今からどんな感じか走ってみたいと思います。残暑も厳しい、8月の末ぐらいに撮影してるのでめちゃくちゃ暑いので、エアコン3段階中2でつけてるんで、ちょっと車内エアコンの風の音がうるさいかもしれませんが、まあ今まだそんなに信号とかで止まったりとかしてるので、エンジンのフィーリングっていうんですか、あんまりよくわからないですけど、ちょっとここを走ったら、走った後大きい道路ちょっと走ってみたいと思います。
今中間に入りました。ちょっと加速していますね。うん、なんかいい感じに加速してる気がしますね。まあ、前回のベルハンマー7とよく似た感じで3000回転ぐらいからこうブーンってこう上がるような感じはします。あとはやっぱりベルハンマー7とよく似てて、こうちょっとこうゴトゴトゴトでなりそうでも頑張ってくれるようなイメージはありますね。全然変わらないと思うんですけども、この吹き抜けっていうんですか、アクセル踏んだ時にブーンっていう感じがすごくこう、うん、感じられる気はしますね。これがどれだけ変わったかわからないですけども、まあなんかこういい感じになったような気はします。まあ今回そんなに距離がなかったんであんまり走れてないですけども、まあこれからいろんなとこ走ってみて、ちょっとこの丸山森部伝の良さをちょっと感じてみたいなと思います。はい、今回ちょっと走る短かったですけども、こんな感じで丸山森部伝のレビューをしてみました。この動画が皆さんにとって少しでも役に立つと嬉しいです。ありがとうございました。今回のおまけはこのサングラスを紹介します。こんな感じで開くんですけども、僕は視力検査のあの板っていうんですか、検査板がもう一番上も見えないぐらい目が悪くて、メガネとかコンタクトが必須なんですよね。でまあもちろんメガネで運転したりとかもするんですけども、やっぱりこういう感じで天気がいいとすごくこう眩しくて、さすがにこの上からサングラスかけるのも変な感じなので、なんかいいのないかなって探してたら、うちのお客さんの配達されてる方がこのサングラスを使ってたので僕も買ってみました。でまあ目がいい人にしたら全然縁がないかもしれないですけども、まあ、メガネされてる方がやっぱりまあ眩しいなとか思われる方はこれ、うん、あったらいいかなと思います。まあもちろん知ってらっしゃる方もいるのかなと思うんですけども、まあこれ先ほど見ていただいたみたいに、こうするだけでサングラスになって、で、あとこうやって上げるだけで普通にサングラスなしになったりとかして、まあ多分どんなメガネでも合うんじゃないかなと思うんですよね。一旦メガネ外してみると、こんな感じで、ここがクリップになってて、でまあメガネのこの上に挟むだけなんですよね。で、こんな感じで挟んで、で、あとはもう、いつものメガネのようにかけるだけですね。で、サングラスが必要な時は下げといて、いらない時は上げとく。っていう感じで、もうすごく便利で、偏光グラス、偏光もついてるので、もう本当走っててこうギラつきがない。いろんな光も遮ってくれるので、もうクリアな視界になるので、本当おすすめです。薄いので、いろんなところでも持っていけたりとかするので、これ本当おすすめかなと思います。また概要欄に詳しいリンクを載せてますので、よかったら見てみてください。ありがとうございました。